皆さんこんばんは。こんにちは。おはようございます。本日はですね、ボンタビ日常編ということで夜の過ごし方なんかを密着させていただけたらと思います。よろしくお願いします。今多分びっくりされてたね。壊れたんじゃないかと機械の方が騙したった。ナイトルーティンめっちゃ久しぶりやな。久しぶりやな。前に撮ったのめちゃくちゃ前やもんな。1年前ぶりのナイトルーティン。まあ、師匠も生まれてね、だいぶ生活スタイルがガラッと変わって。確かに。まあ、結婚して、うん、まあ、引っ越しもしたし、うん、で妊娠出産と、うん、もう全部してるやん。そう、全部こうどんどんどんっていう流れでね、うん、こうバタバタこの数ヶ月過ぎてきたんですけど。うん、騒ぎすぎた。まだペースがつかめていません。家族3人になってからのこうペースがつかめてないんですけど、うん、やっぱりいろいろ大変ですね。そうですね。慣れない育児は今まで体験したことないことに遭遇してるから、うん、まあ、そんなね、ちょっとこうバタバタしてる夜に本日はですね、はい、ちょっと密着していただけたらなと思っております。ただいまの時刻がもう少しで19時ということで、なるほど、出かけてたので、うん、ちょっと帰ってくるのが遅くなったんですけど、まあ、今からね、うん、師匠は師匠父とお風呂に入ったりとかですね、うん、私たちは夜ご飯を食べたりとか、うん、いろいろしていかないといけないんですけど、うん、ちょっとさすがに今日はね、うん、作れないんで。なんでね、ちょっと簡単に作れて、うん、美味しいものがあるのでね、ちょっと今日はそれを夜に食べたいなと思います。かわいい。あ、やばいな、これはミルやな。ミルクレ中毒や。ミル中始まった。お湯早く入ってこいよ。マグロ一丁。父、お風呂です。笑ってる。いや、かわいい。ついてるって、近くにこうやって常に。ほんまに笑い事じゃないぐらい痛いねんけど。足で乳首をつままれるん。足で乳首つままれるん。めっちゃおもろいやん。お風呂上がり師匠。もうあかんやん。え、こんなちっちゃかったっけ。一回しか来てない。ぬり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 青のり。今日の晩ご飯は、うん、さっきもちょっとちらっと言ったんですけど、うん、三つ星ファームにしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、主婦の味方。味方は主婦。いろんなね、うん、味があったりとか、うん、もう5分でできちゃう、うん、簡単冷凍お料理、うん、では冷凍庫オープン。じゃあ本日どれ食べるか決めよう、はい、これ選ぶのも楽しいよな。あ、これにする。なんでこれ、マジで。いやいや、結構ね、うん、最近はやっぱり育児と家事と、うん、両立するのがね、育児、家事、仕事やな、うん、こう両立するのがね、結構本当にね、もう大変で、まあ、なるべくご飯はね、こうやっぱ体にいいものをね、そうね、自炊して作ろうとは頑張っているんですけど、うん、やっぱり出かけた日やったりとか、まあ、仕事が長引いた日とかね、うん、そういう時はね、やっぱスーパーになんかお惣菜買いに行くのもな、また大変なんよな。そうね、大変やったりとか、やっぱ夜遅い時間に買いに行ったりすると、うん、なかったりとかなってなったら、カップラーメン食べようかって済ませてしまうやん。最近カップラーメンで済ませてしまうのもあるな。多いよな、うん、これとかもね、カロリー269キロということで、一食食べても300キロ以下や。これえ、すごい。ダイエット食ではないけど、健康的でヘルシーな料理っていうことやな。そういうことやな。え、シェフが作ってるもん。シェフの味。シェフの味やな。シェフの味。すげえ、めっちゃ楽しみ、うん、じゃあちょっと先にね、ご飯の前に師匠のミルクを作っていきたいと思います。ミルク作りは
もう慣れちまった。ご飯作ってる間とかもさ、カーくんおるときはいいけどさ、やっぱ一人のときとかってさ、ご飯作りながらさ、こう泣いたりミルクあげたりってなったらさ、やっぱめっちゃ大変なんよな。無理やってるな。そうやねん。だからそういう面ではシェフの味方。シェフやったん。そういうときにこの三つ星さんのお弁当は、うん、やっぱりシェフの味方じゃないでしょうか。なるほど。しかもこんなに忙しいのにさ、うん、献立とかさ、うん、こう栄養バランスとか考えられへんくない？献立考えるの結構むずいよな。難しい。毎日違う料理ってなったらほんまにむずい。そう、やっぱり頼りたくなるよな。うん、かわいいな、何してるおいとれうさぎの耳を持ってる。かわいい。ほら、変な言い方。おー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 でいい。やばいな、ほんまなんか一瞬で時間経つくない？最近早いな。最近早いよな、うん、いかに早く寝かしつけができるかが勝負になって、多分これもこれ飲んだら多分寝ると思うんだけど、うわー、これでうまいこと寝てくれればご飯をゆっくり食べれるっていう。けどなんか2ヶ月経ってさ、うん、師匠の中のルーティンができてきたよな。だいぶな、なんかこの時間は起きて、この時間は寝てっていう、うん、時間に決まりができてきた。確かに。だから結構外出もしやすくなってきたよな。うん。最初はやっぱりご飯屋さん行くのもさ、うん、ドキドキするやん。ヒヤヒヤしてたな。ヒヤヒヤしてたし。いつ泣くかっていうので。そう。けど最近はもうなんか、うん、結構ずっと寝てくれたりするから行きやすくなったし。うん、まあ、かといってな、なんか昔みたいにさ、うん、なんかうわ夜ご飯作るめんどくさって言ってさ、うん、じゃあ奈良のラーメンでも食べに行こうかっていうのはさできひんくなっちゃったやん。できひんか。なんか食べたいもうすぐには食べに行かれんから。そう、なかなかな、やっぱり夜に家に出るっていうこともな、できひんくなってるからな。夜ご飯って大事やな、そう思ったら。そうやな、うん、夜ご飯ほんま大事やし、うん、食べれるうちにやっぱいろんなとこ食べに行った方がいいよな。あ、確かに、うん、ご飯屋さんにやろう。ご飯屋さんに。え、けどそれやっぱりちゃんとメモしてたからさ、うん、あれめっちゃいいと思う。めっちゃいい。あの妊娠中とかにさ、うん、あの行きたいリストみたいなのをずらっと書いといてもう、うん、でそれをこう一個ずつやっていくっていうので、うん、でこうなるべくやっぱり生まれたらいけないところ、うん、子供を連れではなかなか行けないところをピックアップしたりとか、うん、カウンターのところとかな。そう、カウンターで食べるところとか小汚いところとか、うん、それこそ居酒屋さんとかもそうやし、そう結構いずらそれしてきたからさ、そう、あの行きたいところ行ったりとかさ、うん、妊娠中できたからさ、ほんまに何の後悔もな、悔いもないねん。悔いもない全くない。ほんまに行きたいところ全部行けたし、したかったことも全部できたから、うん、生まれてからなんかうわなんかそわそわするとかも、うん、夜あそこ行きたいとか、うん、あそこのご飯屋さん行きたいとか、うん、あんまり良くなくなったかもしれん。かっこいい。チンします。はい、ついでにですね、師匠ご帰還今日寝へんみたい。 しっかり耳握りしめてる。はい、起きといたらええ思うわ。もうあんなにそろーっと連れて行ったのにまた帰ってきた。寝へんらしい今日は。ね、まあ、そういう日もあるよな。まあいいと思う。うん、いいと思う。寝たいだけに寝たらいいと思う、うん、起きといていいと思う。このまま食べてもいいねんけど、うん、やっぱりちょっと盛り付けしたら、うん、ご飯作った感出るかなと思って、ちょっと盛り付け担当させてもらおうかな。じゃあなんか手抜き感がないよな。そう、盛り付けしたら。そうだけど盛り付けするだけでいいねんで。そうだな、もうできてるから。ご飯はね、もうパックン簡単なんでね、うん、サクッと炊いちゃいました。サクッと炊いちゃいました。タイ米おもろいな。おもろいな今の、うん、じゃーん。うわ、めっちゃ美味しそう。おー、こうやって副菜もついてるんや。柚子の香りやば。めっちゃいい匂い。じゃあ盛り付けしていくわ。はい。すごい、野菜が結構どっさりや。よいしょー、簡単、めっちゃ。いただきます。ただいまの時刻が9時です。時間になったな。夜の9時です。こ
これマジでこほんまにご飯とかも作られへん作られへんな、うん、びっくりすること洗い物もしなかんしな確かにえ味気になるうまっめっちゃ美味しい結構本格的やのハンバーグが何気にこの付け合わせとかも作ろうと思ったらめんどくさいもんな確かにうん、ご飯進む系やご飯進む系やねうんうんうまい結構薄味なんかなと思ってたけどうんめっちゃちょうどいいやっぱ健康食系って薄味なんかなっていう勝手なイメージがあるからさ、うん、こう糖質オフとかうんだけど全然意外にしっかりした味やからうん美味しい美味しい特になんかあるよなほんまにお昼とか毎回な大変やねんな作るのそういうのも良くないお昼も二人分やからなうんうんうんだいぶ慣れてきたよ、お風呂一緒に入るの慣れてきたうん最近会話するからさうんめっちゃ楽しくない楽しい返事してくれるよなそうなのこっちから喋りかけへんくても、うん、喋りかけてくれたりするからうん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 もうグー食べてるわ、今グーいってんな、拳一個入ってもうん、見て首も座ってきたしなだいぶ座ってないもう座ってるかも座ってるよなうん早いな早かったそんな早いんやな、うん、首座るん食べたんとか落としてんじゃんめっちゃびっくりしてんけどごちそうさまですおかわりおかわりうまいっすよ、かくん大神並みやんヤンニョムプレート持ってきましたえ、すごいな、2つ食べるってことは多分相当美味しいでいただきますいただきますうん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 全然辛くないタイプのやつ、うん、甘いやつな、うん、あの子供でも食べれるみんな食べれるやつうん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 おいしいあ、うまいこと風味はコチュジャンっぽい、うん、匂いがめっちゃする本格的やなうんそれ遊んでるやん。なんかんって。母に任せて。はい、母へ。ディディンディンディディン。ディディンディンディディン。じゃあ、ほんまに。で、こっからはシャグダン取ってな。いや、そうそう。喋ってみて。ディディンディンディン。ディディンディンディン。寝かすくないやつ。ディディディン。消えた。おやすみ。ディリンディン。あちらが最終地点。ここ。こちらに無事着陸することができたら、賞金100万円もらえるね。毎日100万円もらえるんじゃ。そういう気持ちでやらんだ。頑張られへん。そうか。本気出さなあかんから。毎日100万かかってるから。この寝かしつけ。チレジに。薄型になってる気がする。だってさ、全国的になんかニュースっていうかさ、うん、何日からは一斉に見れなくなりますみたいな感じやったよな。うん、やった。恥ずかしい。そう思ったらさ、いずれもな、相当時代踏んでるよな。年取ったな。いや。ということで、さっき食べたですね、三つ星ファーム。うん、美味しかった、めっちゃ。美味しかった。うん。今回ですね、うん、ボンタビと三つ星ファームのコラボセットの販売が決定しました。うん、このコラボセットですね、どういうことかというと、うん、僕たちが選んだ14品、14個の冷凍のお弁当ですね、今から1個ずつちょっと言っていきますね。うん。僕たちが選んだこの14品のコラボセットがなんと 51% オフで購入できるとすごい2回目の注文も 39% オフになる2回目以降ずっと 39% オフになるっていうキャンペーンも開催しているみたいです、うん、なるほど始めやすいなじゃあそれやって始めやすいしかも入会金とか年会費とか、うん、あと大会費用みたいなところがかからないんでなるほどねなおさら始めやすい終了する日程は下にテロップで入れてますんで、うん、こちらご確認くださいはい、はい概要欄の URL からコラボページに進んで下の方にスクロールしていくと
特別セットを購入するっていうボタンがあるのでそちらをタップしていただければ OK です。ということで、気になる方はですね、ぜひチェックしてみてください。はいはい、寝ますえ、じゃあ懐かしい話したい、ちょっとだけいいよ。なんか そういうテレビ系で懐かしい、テレビ系で懐かしいやつ、テックとか携帯とか。携帯はもちろんガラケーやったやん。ガラケーやった。てかさ、あれやな、家電が普通にある時代やったよな。家電あった、家電と、あと、コキコキやったやなあった、だから多分今の小学生とかの家って家電ない子多いんじゃん。我が家もないもんな。我が家もないし、なんか友達ん家に電話かけた時のさ、保留の音楽とかめっちゃ覚えてるわ家に寄ってちゃうやん。チャララランチャララランチャララランって、バリ長かったら何回もリピートされるような、